はい、皆さんこんばんは。宮野のスカイへようこそ。今回もブロスピースやっていきます。今回なんですけど、まあ、昨日ねソフトバンク優勝決まりました。で、まあ、皆さん覚えてますでしょうか、こちらのイベント。はい、プロ野球順位予想っていうね、まあ4月、まあ、今年だと6月かに来たイベントなんですけど、このイベントねフレンドさんの順位予想がね見れるんですけど、その中でちょっとすごい人がいたんで、紹介していきたいと思います。現在の順位なんですけど、まあ、パリーグはソフトバンクが優勝決定と。はい。で、まあ、6位オリックスは、まあ、ほぼ厳しいかなといった感じですかね。うん、残りね、一番多いチームで12試合なんで、はい。まあ、ここからね、順位が変わるってことは、まあ、難しいのかなと思います。うん、連勝とかしないとね。で、セ・リーグの方も、巨人がね、マジック3で、はい。まあ、もう少しで優勝するんじゃないかっていうところまで来てます。はい。巨人がね、12試合残ってます。ヤクルトと巨人が、その残り12試合で、まあ、あとは大体10試合ぐらいなんですけど、まあ、こっから中日が優勝したらすごいですけど、はい、まあ、大型連勝とかして、巨人が連敗しなければ、まあ、難しいのかなといった感じですね。ただ、セ・リーグの方は、2位から5位までの差がね、あまりないので、まあ、ワンカード、すべて勝ち越しとかね、すれば、うん、まあ、まだね、入れ替わりっていうのはあるのかなと思います。まあ、パ・リーグも2位から5位までは、そんなに差はないのかな。はい、って感じですね。で、僕が6月に予想した順位予想、こちらです。セ・リーグの1位がベイスターズで、パ・リーグがソフトバンクといった感じにしました。うん。まあ、パ・リーグの方はね、ソフトバンクだなって思ったんで、1位ソフトバンク予想にしたんですけど、セ・リーグの方はね、僕ベイスターズファンなんで、うん、まあ、1位ベイスターズといった感じにしてあります。ただ今のところ両方ともそんなに当たってはないですね。うん。セ・リーグだと最下位のヤクルトが当たってるくらいか。うん。パ・リーグだと、まあ、1位のソフトバンク、かな、当たってるのはそこだけですね、多分。まあ僕の順位予想はもういいんですよ。そう、多分当たんないと思うんで、今回はフレンドさんの予想です。はい、まあ、大体ねパリーグは1位ソフトバンクっていう予想の方が多いですね。うん、大体黄色が目立ちますね。で、すごかったのがですよ、ここですね。はい、まあ名前は伏せてありますけど、ここの方、そう、多分今囲ってあると思うんですけど、1位ソフトバンク、2位ロッテ、3位西武、4位楽天、5位日ハム、6位オリックスといった感じで、パリーグ当たってるんですよね、順位予想。すごくないですか。うん、僕が予想したわけじゃないんですけど、ちょっとすごって思ってしまいました。いや、これ多分このままね、順位がパリーグ残り十何試合で変わんなければ、これ当たるんですよね、パリーグの順位予想。まあね、ロッテが一時期ねソフトバンクとゼロゲーム差まで来てたんですけどね、まあちょっとコロナウイルスとかのねクラスターで、うん、選手が減ってしまいね、今はだいぶゲーム差空いてますけどね、っていうか、まあソフトバンク優勝してしまいましたけどね。はい、ただもう2位ロッテで予想してる人いないんですよね、この人以外。あ、2人いるか。一応2人目の方は3位にオリックスを予想してるんですね。まあこれはおそらく当たんないでしょうね。うん、1位2位は当たってるんですけど、3位オリックス、4位西武、5位楽天、6位日ハムか。なるほど。まあオリックスが上じゃなければそこそこ当たってる感じか。そうですね、オリックスが最下位だったら当たってますね、これ。はい、そう、まあパリーグね順位予想、多分このままいけば当たるんじゃないかっていうことで、はい、いやすごいなと思いました。で、セリーグの予想なんですけど、1位巨人ですね、今のところ。まあ巨人予想は結構多いですね。で、2位が中日ですよね。今中日を予想してる方がねいないんですよね、あんまり。1位巨人、2位中日っていう予想の方は多分いないはず。はい、あ、いたね、1人。1位巨人、2位中日、3位阪神、あれ、え、4位ベイスターズ、5位広島、6位ヤクルト、いたえ、セリーグの予想当たってんじゃんこれ今。1位巨人、2位中日、3位阪神、4位ベイスターズ、5位カープ、6位ヤクルト、当たってますね、これ。このまま順位がセリーグ変わらなければ、当たりますね、この方。すげえないや、なんで当たるんだこれ。いやー、まあもちろんね、こっからベイスターズが連勝するんで、この順位予想はね当たらないと思うんですけど、はい、まあちょっとセ・リーグはね、うん、2位から5位までがまだまだわからないんで、うん、まあこのままもしね順位が変わらなければ、この方はねセ・リーグの順位予想、はい、完璧に当てたっていうことになりますね。いやー、フレンドさんすごいですね、びっくりしました。パ・リーグの方はね、ちょっと動画撮る前に気づいたんで、ちょっと動画にしてみようかなと思ってパ・リーグの方は見たんですけど、セ・リーグも当たってる人がいるとは思いませんでした。いや、すごすぎる。はい、そんな感じで今回はね、パ・リーグソフトバンクが優勝したっていうことでね、ちょっとまあプロ野球の順位予想振り返ってみたらね、すごい順位予想をしてる方がいたんで紹介していきました。
いやまあ違う人なんですけど、パリーグもセリーグもね、はい、まあ、1位から6位まで現状のね順位を当ててるっていう方がいたんで、ちょっとびっくりしました。まあ、両方当ててる方はね、去年1人しかいなかったんで、まあ、1人いるだけでもすごいんですけど、はい、まあ、なかなかねこのイベント難しいと思います。まあ、多いチームで残り12試合なんで、まあ、2週間3週間後には、はい、順位はね決定していると思います。まあ、順位確定したらね、また順位予想振り返っていくかもしれません。はい、そんな感じで本編の方は以上なんですけど、最後5周年ありがとう大抽選会確認していきましょう。今日が水曜日なんで、チケットがもらえる最終日なんですよね。まあ、全て逃さずに手に入れると54枚ねチケットが入手できるんですけど、まあ、だいぶね票が、はい、動いたっていうか固まってきたと思います。そう、残念ながらね H 賞は定員割れではなくなってしまいました。うん、だからまあ100発100中ではないですね、 H 賞も。でまあ G 賞も約3分の1っていう確率まで、うん、上がってきましたね。そう、3枚入れたら1枚当たるかもっていうぐらいの確率まで変わってきました。はい、まあ E 賞もだいぶね増えてきましたね。うん、やっぱ最終日まで取っておいている方が多いのかな。うん、ここに来て票がだいぶ入ってきました。まあ、僕ももちろんね54枚投票するんですけど、あの動画的にね投票と発表をいっぺんにやりたいなと思ってるんで、おそらく抽選結果の発表は31日ぐらいにやろうかなと思ってます。11月の1日か、まあ、10月の31日くらいに発表の動画上げようかなと思います。そんな感じで今回はソフトバンクが優勝したんで、順位予想をね確認したらフレンドさんですごい人がいたっていうね紹介動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん投票を忘れずに。ってことでじゃあね、バイバイ。